毎日更新、ドグチューブ、ドグマガザミです。どうですか、お客さん。久しぶりなこの感じもしますけど、最近ため通りでね、本当に、いろんな業界人に、京一郎君の打足君にも叱られました。ドグマさん、ダメだよ、あれは。マックス村井さんにもため通りはダメって言われましたからさあ、今日は、ちょっとこの風景を見ると、あれ、ちょっと懐かしいんじゃないかと思いの方もいるんじゃないですか。帰ってまいりました、元ホーム沼袋でございます。そして皆さんにショックなお知らせございます。こちらのですね、1000円自販機もずっとやってきて懐かしいんですけども、この王様の宝箱さんがですね、これ見てください、大当たりの、販売機大公開ということで、いつもね、動画を上げられてるんですよね。東京都内に点在していて、今回の大当たりはここに入れますよということで、毎回動画を上げられていて、東京都内のね、いろんなとこに入れて、それを皆さんが予想していくという形なんですけども、で、新宿で当てた時はそれを僕が大体想像して予測して行って当てたわけですよね。でですね、皆さん、なんとね、王様の宝箱さんの動画を見ましたら、ドグチューブさんのホームタウンということで、ここに当たりが入っていたんですよその動画が上げられていたので、それを聞きつけてね、僕はね、すっとね、ここに来たわけです。そして見てください、ズバン、この感じなので、もしかしたらまだ当たりが入っているかもしれませんよ。行きましょうか。いけるんじゃない。なんか2個入れてましたよ。2個入れてましたから行きましょう。もしかしたら当たりが入っている、うん、これで当てたらもう完全にこの企画終了ですよ。引退です。前みたいなインチキじゃないですか前もインチキじゃないしなまあね、意外とあの1000円自販機大当たりの動画ありますけどね、僕のやつ以外全部インチキですからねインチキとかわかんないですけど、インチキという噂もありますから。久しぶりやな、このホーム、うん、やっぱここの方が広々しとってええな。いい、ね、あそこなんか嫌やもん、ね、エロコーナーとか。エロコーナー、おーおお、なんかガタンと2回言ったな。溶けちゃうか、まさかすげえ、これ中世やろ。どうせしょうもない。でもなんか出た、Qウォッチかと思ったら Qウォッチやったわ。そのままや、 Qウォッチだね。 Qウォッチ。まあでもこれ意外と悪くないんですよね。なんかでも2回落としたけど、パシャンパシャン。あれ、もう1個あった、ユニバーサルクリップレンズ、やった。だから iPhone につけていろいろ撮れるってやつよ。え、2個出たの。うん、うわもうこんな企画よう1年半もやっとんのしょうもないそして、はい、冒頭に言いました、当たりが入ってるかもしれないって言ったでしょ。はい、僕知ってるんです。当たりを入れた動画がですね、もうあの動画があったの4月なんですよ。そんな前なの。絶対入ってるわけないんですよ、うん、しかも正直に告白しますと、あの動画を見てすぐに僕は買いに来たんです、うん、その段階で全部売り切れでしたまだまだ1000円自販機は続きそうです。それではチャンネル登録